はい、こんにちは。ビザラボです。いつもビカクシダ、コーデックス、チランジアなどの紹介ですとか独自の管理方法を動画にしています。今日はですね、先週動画にアップさせていただいたんですけども、グラキリス発根管理を始めますっていう動画を作ったんですね。で、その時の、やってる方法、だいたい20分ちょっとぐらいの動画だったんで、ちょっと長めにしてあったので、何をどういうふうにしたのかなということ、途中で手順を変えたりとか、まあ、いろんなことを考えながらですね、悩みながらやってたんで、どういうふうにやってたのかということを一旦整理しておこうかなと思ったのと、現在の管理環境がどういうふうになっているのかなということを紹介させてもらって、これで発根できているのかどうなのかっていうことを後々から見た時に、この部分良かった、この部分はちょっとまずかったなみたいなことが、思えるような、記録の動画にしようかなと思ってますので、よろしくお願いいたします。はい、まず最初にですね、株の処理なんですけれども、コーティングしている部分を除去して、硫黄が塗ってあったんですね。硫黄を塗ってあったやつを除去して、手根があんまりちょっと見当たらないような感じだったんですけれども、細めの根っこ5本カットして、一旦もう根っこカットしたんで、もうすぐ殺菌した方がいいかなと思ったんで、もうすぐ切片にダコニール原液で塗って固めたんですよね。でその後でメネデールの溶液につけて20時間ぐらい置いて、だいたい1日ぐらい置いて、でそれでその後に引き上げたやつをルートン薄く塗って溶土に植え込むっていう方法で行ったんですけれども、で土の中の温度計入れて、地上部については不織布をぐるぐるっと20ぐらい巻いて、で外で管理しているんで、あまりこう日光が強く当たると影響あるかなと思ったんで、不織布塗って、下の方の鉢の部分には十分日光が当たって温度が上がるようにしようかなという管理の方法で、まあ、ざっといったところそんな方法でやってたんですけれども、まあ、この中で答え合わせをしてみるというか、この部分はどうだったんだろうななんてこと、いくつか思っている部分があるんで、ちょっとその部分についてですね、説明と、どういうふうにした方が良かったのかなっていうことを考えて、今思っていることをまたまとめていきたいなというふうに思ってます。はい、それでこの中でやってきた手順で、根をカットした後に、ダコニールってこれ殺菌剤ですね、殺菌剤を塗って固めて、その後にメネデル溶液ってこれ発根促進剤なんですけれども、ちょっとこれがひょっとしたら手順的にどうだったのかなっていうことを、まあ、今思っているんですけども、どういうことかというと、今こういうふうに株がありますよね。株をこの根っこの部分カットして、カットしたんですけれども、この状態ですぐここにですね、殺菌剤を塗り込んだんですね。ただその前にこの株自体に水分が入ったり、活力促進剤が入ったりとかすることの方が先だったんじゃないかなと思って、要はどういうことかというと、これ今メネデル溶液を使ってあったんですけれども、先にこういう発根促進剤につけてから、殺菌剤を塗って固めた方が良かったのかな、これひょっとしたら反対だったのかなっていう気もしてるんですよね。どうなんだろうなと思って、なので、先にこう切った状態の時には一番この根っこのところから発根促進剤が吸収されるので、どんどんまずはこう吸収してきます。発根促進剤を吸収していって、その後でここの部分に殺菌剤で固めるっていう方法の方が良かったのかなというふうに今思ってます。で、これいろいろとですね、調べたところで、後から気づいたんですけども、まあ、メネデールって何にでもよく効くんですよね。何にでもよく効くんですけれども、パキポディウムみたいなものだとひょっとしたらオキシベロンですとか、まあ、よく効くということも書かれているものをいくつか見たので、ひょっとしたらメネデルじゃなかったのかもしれないなっていうふうに思います。でもこれも十分よく効くんですよ。万能で効いている、発酵促進剤なんですけれども、それよりももっと相性がいいものがあるんじゃないかなということですね。はい、
あとまあルートンも塗ったりとかそういうこともやってるんですけども、これでも、まあ薄く塗ったりとか、まあ、いろんな方法があると思うので、その辺については、まあ研究しながら一番どれがいいのかなってことを考えながらやっていくのがいいのかなというふうに思ってます。それから続いてですね、今管理している状態の話しようかなと思います。屋外に管理してあって、なるべくですね鉢は動かしたくないので、今ここに持ってきてなくて、そのまま外に置きっぱなしで、後でちょっと撮影で動画撮りますけれども、管理の温度ですね、これ鉢内の挿してある温度計でいくと、午前中日が当たるので40度以上、42度ぐらいまで、ガンガン当たってると上がってる時もあったのかなと思います。で、それで、まあ、11時から12時ぐらいに日陰になっていくので、そこから徐々に気温が下がってきて、30度から35度ぐらい、日中は、まあ、そのぐらいの気温をキープしてみたいです。夜になっても、もう今もう結構暑いので、まあ、25度は下回らないと思ってます。なので、この25度から40度ぐらいの間を1日のサイクルの中で、まあ、上がったり下がったりをずっと繰り返すので、そのことによって植物自体のスイッチも入ることあるかなっていうふうに思ってます。ずっと同じ温度をキープするっていう発根管理についてはそういう方法もあると思うんですけれども、まあ、私の場合にはなるべくまあ、自然の環境、自生地の環境のに近い状態にしていきたい、まあ、自生地なんて無理なんですけどもね、無理なんですけれども、なるべくそこに近づけていって、薬品の数もできれば少なくしていきたかったですし、温度を上げる方法についても、通常の気候の中で温度を上げていきたいなというふうに思ってたんで、今この方法で、いけるのかなというふうに思ってます。で、水やりについてなんですけれども、しっかり乾いたらたっぷり与えるという、まあ、これは普通当たり前ですね。なので、竹串みたいなこういう差し込んで、様子見たりしてるんですけど、だいたい4日経ったら乾くような感じのようなので、4日に1回程度水やりしてます。で、あげるときにはもう下から水が溢れ出るぐらいまでしっかり水あげてるんで、そんな感じの環境にしています。で、それであとなんですけども、困ったことではないんですけども、まだ根がね出ていない状態なんですけれども、どんどん葉の方が先に展開してきてしまって、これですとかね、今ここに葉っぱがもう展開されていると思うんですけども、これも展開されてますよね。なんかこんな感じでね、もうちょっとこれ分かりにくいかな、でも全部の枝の先からもう緑色のところが展開始まっちゃったんで、あんまりこうね、根がまだちゃんと発達する前、根が発根する前から葉っぱがまあ展開するのって、株の状態が元気だっていう証拠でもあるとは思うんですけれども、あんまりこう葉っぱ大きくなりすぎてしまうと、まあ蒸散が多くなってしまうので、特にこんな夏の時期なんて蒸散結構しちゃうかなと思ってて、あんまり葉っぱがいっぱい出てしまったら、ひょっとしたら切らなくちゃいけないかなっていうことも思うんです。なるべくね切りたくないんですよね、せっかく出てる葉っぱなんで切りたくないんですけれども、まあ、そのあたりのところはちょっと様子見ながら、どういうふうにしていったらいいのかなってことをまた悩みながらですね、考えながらやっていきたいなというふうに思ってます。はい、ではちょっと株の方見てみましょう。はい、だいたい今、土の中の温度32度ぐらい、2度から3度を指してますね。今だいたいちょっともう夕方ぐらいになってきたね、だんだん温度は下がってきてるようなんですけれども、ここの場所は午前中日が当たるので、午前中に40度ぐらいまで上がるような感じになってます。で、不織布をかけてあるんで、で、この葉が展開してきてしまっているんで、展開してきてしまっている、しまっているというのはよくあれなんですけども、もう全部の枝からですね、こんな感じでもう展開始まっちゃったんで、あんまり早い展開だと展開されると困っちゃうなと思ってるんですけども、まあまあまあいいでしょう。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。で、これで無事発根してくれるといいんですけれども、発根しなかったらちょっと格好悪いですね。うん、まあ
てもまあダメだったりしても、あの動画はアップしてきますし、皆さんの参考になればいいかなというふうに思ってます。あとそれとですね、あのマダガスカルの方では、まあちょっとこれも本読んだりとかして書いてあった話なんですけども、ものすごい個体の数が激減していて、やっぱり乱獲ってすごいこのパキポディウム取られてるみたいなんですよね。なので、まあ今の時点も輸入してきてる株っていうのはもう日本で育てることになると思うんですけども、あの株一本一本大切に育てていきたいですね。そうしないと、どんどん激減していって、こんな楽しいですね植物、かわいい植物が、なくなってしまうかもしれないんで、まあ、植物の命大切にして皆さんも、楽しんでいきましょう。この動画よろしければですね、グッドボタン、それから、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。